出遅れて追い込んだが3着。弱すぎはロタ。かなり入れ込んでたな。思ったより強くなかった。飛ばしの松山。松山でアリングタクと下ろされたね。本当に強ければ出遅れても勝てる。ここで賞金加算できなかったのは痛い。橋本ファームだし。そこそこ強いって感じ。1.8 倍か。電車止まりそう。この世代弱いかも。デアリングタクと下ろされて昇進の松山。グランヴィノス一強。このレースに大物はいないな。三浦厚生いよいよ G1 制覇か？フェイトも弱すぎはロタ。クラシック級じゃないのは明らか。オーシャンエイプスみたいな感じ。上がり 33.8。普通。この世代で一番強いのはチャンスザローですかな。クラシック勝てるようには見えなかった。コントレイルならナンバシンちぎったんだろ。3着、ハーツコンチェルト、松山公平騎手。スタートで一歩目が出れなかったし、距離短縮もあって、忙しい感じになってしまった。それでもすごい力のある馬で、最後は詰めてくれました。申し訳ありませんでした。